シスさんにとって、まあ、やっぱりこの圧倒的なこの数字を残してきた要因というか、普通の僕らみたいなのと、ところっていうのは自己分析的には何が違うとかってあったりしますか？一つはやめなかったこと。まあもう一つは、まあやっぱ時代が良かった、運が良かったっていうのも、まあ運というか時代が良かったでというのも、はあ同る。じ時代にやってた人もたくさん当然いるわけで。でもそんな中でもやっぱり群を抜いた成績を残してるっていうことは、その時代だけではやっぱり片付けられないものがあるってことだと思うんですけど。でも、まあ、あとはちょっと頭のネジが飛んでたのかもしれない。BNF もはい。もう完全に頭のネジが飛んでる人だから、BNF さんとは今は交流は今はない。そのもう。時の、まあ、何かが破綻したら、大型破綻があったり、アメリカとかであったとしたら、その類似企業のしてるところを、その総資産まで買いに行くみたいな。まあ、すげえな。で、全部潰れたら終わりだけど、まあ、一つ、まあ、四つ買って一つが戻れば、まあ、戻れば、まあ、10倍とか5倍になるから、みたいな感じで、相当頭おかしいなと思って。シスさんから見てもそう思うっていうことですか？僕らからするとシスさんと BNF さんって当時からもう二大巨頭じゃないですけど、まあ、セットやね。もう同じぐらいすごい方っていう認識だったんですけども、シスさんから見て BNF さんは自分と比べてはどういう感じで見てましたか？彼は本当に相場の天才みたいな。まあ、天才の、まあ、頭もいいし、天才の上に、そのリスク許容度もぶっ飛んでるから、まあ、相当誰もか、そのパフォーマンスという面では勝てない気がする。まあ、自分は、その相場の天才というか、相場の職人みたいに。で、それを永遠に繰り返す。まあ、再現性があるだろうことを見つけて、それを永遠に繰り返すみたいな。でもお互いそのシスさんはおそらくなんか BNS さんのことをなんか多分自分よりすごいと思ってらっしゃって、で BNS さんは BNS さんでシスさんのことをどこかしらの部分で自分よりすごいって思ってらっしゃるような関係だったのかなとちょっと思いますけどね。だからどっちがどっちというより、どちらも僕なんかからしたらやっぱりどちらもすごい。そうですね、やっぱり僕とかはずっとシスさんのことを見てて。まあ、シスさんも他の方のツイッターとかそういうのっていまだに見たりするんですか？ツイッターはなんか情報をとかニュースを取るのに使ってるけど、他の人のはそれこそテスタとかムラヤンのリツイートとかで流れてきたやつを見るみたいな。トランプ選挙の時の乱高ブルームバーグとかよりツイッターが全然早かったから、結構、まあ、相場先回り売買的にも良かったみたいな。あとそでのも相場張るときはパソコンでやってるんですか、スマホでやってるんですか今は？まあ、パソコンでやってます。ああ、それもその環境みたいなのをちょっと初心者の人もたくさん見てるんで聞きたいんですけど、パソコン何台でとかモニター何個でみたいなのって言えます？ああ、昔っていうか、8年ぐらい前はモニター6枚と、あとノート PC1 個と、携帯、あとテレビでそのニュースをつけっぱなしみたいなことをやってた。今は全部やめちゃって、画面2つだけ。パソコン1台と画面2つだけ。ええ、今はと。それはなぜそういうふうに変化したんですか？ちょっと目と首が痛くなっちゃうと、だいぶ健康問題来てますね。で、あとその、いろいろ見て、で、注文出すか出さざるやみたいな、本当にこの銘柄とか先物とかを買って、本当に、為替とか他の国の値動きとか、225主要銘柄の値動きとかの、本当、もうビザで構えてる時はあるじゃないですか。で、それを、俺、それ、なんか10分ぐらいやってると、手の血流がなくなって、もう怖。それがすごい体に悪いんじゃないかっていうので、まあ、見る情報を少し減らして、あんまり、その G さんに負担かからないように。もう髪の毛もだいぶ良くなって、
今は腹痛も月に、昔は月15回ぐらい起こってたけど、そんな中でそのモニターで必ず毎日見てる情報、必ず見てる情報っていうのは何がありますか？まあ値動きと、まあ、世界の株価と、あと、225とか、その主要、東証の主要銘柄は映して、まあなんとなく見て、なんとなく見てても慣れてるから、そこから情報を吸収するみたいな。世界のというのはアメリカだったり、まあ、中国だったりとかヨーロッパとか、そういうことですか？そんな感じ。なるほどね。どうですかね。僕はもうほとんど家賃とかしか使ってないんですけど、まあ、家賃をずっと上げていってるので、家賃が400万円ぐらいするのでまあそれが年間5000万ぐらいですよね。なのでまあ5000万から1億の間だと思うんですけど、シスさんはでも本当何人でご飯に行って、僕も何回も連れて行ってもらったりしましたけど、もう全部シスさんが出してくる。全おごりやもんね。多分自分のために使ってるというより、多分シスさんはもう人のためにお金を使ってる金額の方が全然多いんだろうなっていうのは、まあ、見てて思いますし、まあ、そういうのは僕もあの憧れじゃないですけど、そういうのはなるべく自分より後輩の人たちにはあのそういうのは、まあ、村山さんにも僕はたくさんおごってもらってきましたし、まあ、そういうのはやっていきたいなっていうのはもう本当お二人を見て僕はそう感じますね。あ、でも確かにシスさんは年間ざっくりイメージいくらぐらいですか生活費。まあ、4億プラスマイナス80億足りますそれじゃあだからもうあの負けたら、はい、あのセーブするけど5億ぐらいってことですか。4億プラスって言ったら、プラスって言いました。なんか興味持ったことによって変動したり、なんかゲームに1億課金とかされますもんね。ゲーム課金、そのいつものご飯プラスゲームの課金だけでも2億いって7億だからすごいな。やっぱりそうですよね。もし万が一勝負して負けたら、ちゃんとそのじゃゲームはしないってことですか？課金しなくなるんですか？まあそのちょっと効率いい、ちょっとまあなんか月数万円で遊ぶみたいなできますいやわかんない、数十万円で遊ぶかもしれないしわからないと、まあ一応経済状態によって節約しないと、はい、なるほどなるほど。じゃあ仮にその大勝負に勝ってすごい増えた時はどうなるんですか？まあ多分どうもならないと思う。 あんまりそれはもうじゃあ今のところ上限、自分が使いたいだけはもう使ってるっていう感じなんですね。特別その変なことにはならないけど、何かその自分が好きな分野の、うん、まあパトロンじゃないけどなんか、うんうん、スポンサー的な趣味とか文化をなんか成長とか根付かせるたいかなとは思ってるけど、うんうん、それは例えばそのゲーム文化であったりとかっていう。そうそう、他なんかあります？ゲーム以外に、まあプロキシマセンタウリって星が、はいはいはい、それ星、あ星星星、あ星相当近い、うん、はい、まあ、があって、はい、まあ、そこに多分無理なんだけど、もしかしたら地下に人間が住めるかもみたいな。まさかそんなシスさんから星の話が出ると思わなかったんですけど、嬉しいし楽しい。まだまだ聞きたいんですけど、時間なんですよね。